セブンティーン48ミニアルバム You Make My Day 個人オフィシャルフォト第2弾を公開。13人の優れたビジュアル写真イコールプレディスエンターテインメント48ミニアルバム You Make My Day のタイトル曲どうしようでカムバックに一歩近づいたセブンティーンが48ミニアルバムの個人オフィシャルフォト HOLOVER.を公開した。所属事務所であるプレディスエンターテインメントは本日5日、セブンティーンの公式 SNS チャンネルを通じて48ミニアルバム You Make My Day の個人オフィシャルフォト第2弾である HOLOVER. を公開した。これに先立ち、4日に最初の個人オフィシャルフォトを公開して、暖かいカラーの場所でナチュラルな雰囲気を醸し出した。48ミニアルバムのタイトル曲名である、どうしようを初公開し、多くのファンの視線をつかんだ SEVENTEEN が、今回はまた異なる雰囲気のオフィシャルフォト、HOLOVER. を公開し、再び話題を集めた。公開された、HOLOVER. オフィシャルフォトの中には、広大な、野原で様々な雰囲気で降り注ぐ太陽の光を浴びる13人の姿が映っている。まず、星、ディエート、ゾギヨム、スングアンは、野原の中で日差しを満喫している。カメラを見つめシックな雰囲気を醸し出し、ジョシュアとミンギュは野原にあるのの。花を口にくわえたり、顔に当て、グレーを帯びた瞳と優れたビジュアルを誇った。また、バーノン、モヌ、ティノ、ジュンは気だるい雰囲気を与えると、共に彫刻のような横顔が映ったオフィシャルフォトで視線を奪った。最後に S.COUPS、ジョン・ハン、無事は強く照りつける日差しをよく、ビル姿をそれぞれ異なる雰囲気で表現し、叙情的な雰囲気を与えた。このように暖かいオレンジ色に染まった薄暗い雰囲気の、HOLOVER. オフィシャルフォトは、平穏なムードの中でセブンティーンの妙な魅力が盛り、見込まれ、16日に発売予定の48ミニアルバム、You Make My Day はもちろん、タイトル曲、どうしようへの好奇心をさらに刺激した。それだけでなく、セブンティーンの様々な魅力が豊かに盛り込まれたオフィシャルフォトの公開でこれから順次披露する様々なコンテンツへの席。心を高め、果たして、爽やかさを代表するセブンティーンが、今回のアルバムでどれほど異なる姿を見せてくれるか、期待が高まっている。セブンティーンは16日午後6時、韓国の各音楽配信サイトを通じて、48ミニアルバム、You Make My Day の全曲の音源を公開する。